観光。サステイナブルツーリズムとは、持続可能な観光という意味で、マスツーリズムの結果生じがちな、環境や文化の悪化、過度な商業化を避けつつ、観光地本来の姿を求めていこうとする、考え及びその実践。オールタナティブツーリズムの後に提唱された概念。サステイナブルツーリズムは、海外で、すでに確立されている。導入に至るには、 自然保護区に指定されるような場所を保全し持続させるため観光客、観光事業者、周辺住民がそれぞれの役割を果たすことが必須条件となる。そのためには観光客数の上限や移動手段や宿泊施設などの制約が求められ、それによって導入前より旅行費用は高くならざるを得ない。そしてサステイナブルツーリズムによる収益は 人間の手によって荒らされた環境や文化の修復、回帰を図るための資金となり、周辺住民の雇用確保にもつながる。サステイナブルは強いて言えば、今後のあり方をスローガン的に示している。その考えは、ツーリズムだけでなく、エコ的な行動という意味で、人間の生活のあらゆる面に関係している。一方、オールタナティブツーリズムは、それ自体で何か、 新しい形を示しているわけではない。マスツーリズムへのアンチテーゼとして、アイデアが示されたりするなど、具体的な新しさを表現する多様な選択肢の一つとして、提唱されたエコツーリズム、エスニックツーリズムなどのスペシャルインタレストツーリズムの集合体として捉えることもできる。つまり、オールタナキブツーリズムとは、機能的概念と言えよう。それらが結果として、 マスツーリズムに変わるべきものになり得るという意味で、結果としてのオルタナティブであると言える。サステイナブルツーリズムを実際に運営するのは、民間の旅行会社主体で、中には環境への配慮にかけ持続可能性が伴わないツアーもあるが、それを国際的に取り締まる指針がないのが実情となっている。特に世界遺産を訪ねるヘリテージツーリズムにおいては、 本来の目的である厳正保護の原則が犯されつつあり、ユネスコでは世界遺産と持続可能な観光プログラムという指標を開示し、持続可能な観光に関するアルマトイ宣言を採択した。また、2015年9月の国連総会で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダでの持続可能な開発目標を受け、国連世界観光機関が 観光と持続可能な開発目標という指針をまとめている。2017年は国連の持続可能な観光の国際年で国際生物多様性の日においてもサスティナブルツーリズムの普及が図られる。ありがとうございます。